クカ株を作っていきます。株の皮を剥きます。カブは 300g ぐらいありました。これを 2% の塩で揉んどくんですけど、2% 300g だから 6g か。さてここからです。割り箸の間に乗せて、切れちゃった。今の失敗です。包丁が一番下まで行って切れないようにストッパーで こんな具合にしておきます。こんな風にみんな切りました。これをポリ袋に入れて、失敗したのも全部入れます。塩 2% 6g、だし昆布を5センチほど入れます。これよく揉みます。このまま30分ほど置きます。伊達巻きを作ります。これは去年も動画アップしたんですけど、卵、2個、そしてこれははんぺんです。57グラムありました。半分にしたらだいたい50から60グラムぐらい入れるといいと思います。これちょっとね、食べてみるとちょっと塩分があるので、お塩は控えめがいいです。そしてお砂糖大さじ1、そしてみりん大さじ1、塩ほんの一つまみ程度入れます。これを、ブレンダー、もしミキサーがあればミキサー、フードプレッサーでもいいかなと思うんだけど、うちはブレンダーがあるのでブレンダーにします。型は、こういうのを作っておく。これ、
このミニの小さな、伊達巻きなので、内側はこれ大体15センチぐらいので、高さが2センチ欲しいんですね。こういう箱をこのオーブンシートで作ります。これはまあ簡単なんだけど、これ2センチずつ内側に、まあ、ほぼ2センチぐらいの幅に2つ折り曲げて、でこれ立ち分があるのでもう一回折っておきます。これを四隅やります。で四隅やったら、こうやって全部四隅やって、後ろに返してこうやって立ち上げて、ここをホッチキスで留めていくと、こういう形になります。で流します。均等になるように、ちょっと残ってた。これでオーブントースターで、10分弱焼いていきます。キク科株の甘酢を作っていきます。お酢大さじ4だから 60cc、でお砂糖大さじ3、それから、塩小さじ1/4、これが小さじだから1/4、これにあとお水を大さじ2、これ一回よく溶かします。あっと火にかけます。はい、株を30分ぐらいつけたので、これの水分を絞って、甘酢をかけていきます。これをぎゅーっと絞って、こういうちょっと大きいものはちょっと切ります。半分、食べやすく、昆布も一緒に、甘酢です。でここに鷹の爪を2分の1本分ぐらいを切ったのを入れておきます。これで漬け込みます。はい、オーブントースターで10分ほど焼きました。いい焦げた色もつきました。紙から食べやすいようにしておいて、これで巻き酢、そして
てこれを巻いていきますが、ちょっと待って、こっちの中にしようかな。でこっちからどうかな、見えるかな、こんな感じでこれが冷めるまでこの巻き巣に巻いておきます。はい、できてのお楽しみ。はい、先ほどの縦巻きです。いい感じ。ちょっと端っこ切ってみよう。ほら完成です。食べてみよう。端っこ美味しいです。はい、手羽先とレンコンとごぼうと、梅、これは梅酒に入っていた梅と、これを梅酒で煮ていくという料理、これはあの YouTube で前に上がったんだけど、これやってみたいと思います。先にも材料切りました。ごぼうはこのぐらいの、乱切りにして水にさらしておきました。そしてレンコンも一節、乱切りにしておきました。でちょっと水にさらしておきました。手羽先、これは、この骨のところは分離して、ここのところに切り込みを入れておきました。これだけです。ではスタート。フライパンを温めて、梅酒はこれを使っています。長屋の梅酒、昔あのコマーシャルをさせていただいた、はい、油を少し引いて、キッチンペーパーで余分な油を拭いておきます。煮ていきます。油を少々、はい、全体に油が回ったら、先ほどのお肉を入れて、
ここでちょっと蓋をして蒸します。ここにこれは梅酒4分の3カップとお水4分の3カップ、両方で全部 300cc ほどあります。これを入れます。そして梅酒の梅の実4つぐらい入れます。ここにお砂糖大さじ2杯半ほど、お醤油も大さじ2杯、落とし蓋をします。紙の落とし蓋、私はこれを使っています。リード、油もアクも取るシートです。火を弱めて煮ていきます。材料が柔らかくなるまで。はい、里芋の白煮を作ります。皮を剥いて食べやすい大きさに切って、お塩で揉んで、お水で何回も洗いました。ぬめりは、多少は残ってるんですけど一応やりました。これをだしとお砂糖とだけで煮ていきます。もちろんみりんに入りますけど、ここにだしを3カップくらい入るかな、ちょっとお湯も入れています。はい、多分かぶるぐらい。カップに入りました。ここにお砂糖大さじ3、そして火にかけます。入れますよ。砂糖入りました。それからみりん大さじ1、塩小さじ1、はい、塩小さじ1入りました。これで落とし蓋をしてコトコトと煮ていきます。でこの状態で中火ぐらいで煮ていきます。里芋はぬめりがぬるぬるぬる出てくると思うので紙蓋がいいと思います。しばらく柔らかくなるまで煮ていきます。はい、里芋いい感じ、はい、柔らかくできました。完成です。はい、のし鶏を作っていきたいと思います。まずよーく、
て、はい、そこに卵1個、400g です。鶏のもものひき肉を入れました。はい、お酒入ります。お酒は大さじ1。みりん大さじ1半。薄口醤油小さじ2。お味噌大さじ1。ここに生姜入ります。生姜 20g ぐらいすりました。大さじ1片栗粉。おネギみじん切り1本分。結構かったね。え？太かったね。よく混ぜ込んでいます。しい、いい感じ、はい、そして、はい、私がやりましたね、はい、手を取って、ありがとう、はい、はい、このぐらい粘りもういっぱい粘っています。混ぜれば混ぜるほど滑らかなのし取りができます。言ったのし取りって言ったもちろん。はい、これを流し管に入れていきます。こういう型がない時にはもう普通のパウンド型でもいいし、なんかあの、手でこう形を作って焼いてもいいですし、鉄板にひいあのかなんだっけオーブンシートを敷いてやってもいいです。流し管はこれ便利、これ焼いたらさこういうふうに取ればいいのもんじゃん。ゼリーとかね、寒天とか作るときに、うん、はい、表面をきれいにしてあげてください。これをオーブンに入れて焼きます。190度で熱したオーブンで焼いていきます。およそ30分焼きます。はい、レンコンとごぼうと手羽先の梅酒にもう時間があって多分大丈夫と思います。40分ぐらいやりましたから。手持ちのカメラとかブレてすいません。あ、いい色。とてもいい感じに出来上がりました。これはのし鶏の上にトッピングするピスタチオです。これを今殻を剥きました。でこれをちょっと刻みます。
交互に飛んでた。刻むと緑が綺麗ですね。この間韓国に行ってきた時に、市場でピスタチオ売ってたので買ってきたんですけど、とっても安くって嬉しくなってついたくさん買ってきました。ピスタチオの、あのアイスクリームとかチョコレートとかケーキとか美味しいですよね。こんな感じです。あののしどりが焼き上がったら、のしどりの上に塗る、クリームを作ります。醤油、チみりん、1バルサミコ酢、1。これを煮詰めていきます。こんな感じに煮詰まりました。火を止めます。はい、焼き上がりました。ちょっと中の様子を見てみます。はい、大丈夫です。こんな感じに焼けました。で、ここに煮詰まったこのみりんとお醤油とバルサミコ酢のタレをこの上に塗ります。塗ったところにトッピング、して、で、本当はドライフルーツの何かあったらいいんですけど買い忘れたので、これ杏の煮たのですけど、これを、あら、映ってるかしら、そっちから、杏とかね、あのプラムとかね、なんかいろいろあればよかったんですけど忘れました。こんな感じにして、これをオーブンに戻して 2,3 分焼きます。はい、完成しました。のしどりのピスタチオのせです。はい、できました。のしどりの、よいしょ、これね、いきます。詰めていきます。ラーパーサイ作りました。
番祭、村井家、毎年毎年作るおせちです。これを今年も作りました。牛肉のズッキーニ巻き、うちのお庭の柚子です。これにナマス、紅白ナマス。
柑を煮ました。金柑1個ぐらい乗せたいなと思います。正月お庭の南天です。これがかわいい。こんな感じかな。つる。こんな感じどうでしょうか。明けましておめでとうございます。ああ、梅酒です。今日落とすじゃないか。落とすだね。梅酒、私の好きな梅酒。おめでとうございます。おめでとうございます。なんか今さ、すごくすいませんね、ちゃんと入れ物に入れなきゃね。おいしい、いいお正月、今日お天気で。風は強いけど。ね。風強いね。すごかった。風、ほんとほんと。さあ、2024年の始まりです。はい、大成功だな、クリキンと。うん、黒豆、うん、あの、あれは、はい、昆布のなんか作ってる。そうなのよ、昆布忘れちゃった、もっとこよ。これが昆布巻きです。鶏のもも肉と、それと生姜と人参とごぼうが入っています。映ってるかな。今年もどうぞよろしくお願いいたします。皆様、良い一年が訪れますように。訪れたんだ、もう。そうよ、始まったんだ。皆様どうぞ健康に気をつけて、素敵な一年にしてください。はい、それでは本年もどうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。声が声だけ聞かせてパパ。はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、よろしくお願いいたします。てんちゃんはよろしくお願いします。はい、なんとかなんとか、うん、今年はね、ちょっと覚悟の年なんです、私たち。
頑張ります。はい。